どうしてビッグモーターにしちゃったんだろうなっていう許せない気持ちでいっぱいですね。札幌市内に住む20代の男性です。3年前この中古車をビッグモーター札幌厚別店で購入しました。しかし走行中になんかギコギコっていうかゴトゴトっていうかそういうような異音を生じてて、運転席側の前輪なんですがこのホイールのナットが緩んでいました。ビッグモーターで納車されて家に帰る時です。納車したまさにその日、男性はすぐにビッグモーターの担当者に連絡しますが、納車後の不良に関しまして当社で負担や責任を負うことはできません。車検整備上がりの状態で納車当日に不具合が発生したということは整備不良以外に考えられますか？機械ですのであり得ると思います。保証に加入していないという理由で対応を拒否されました。そこで男性は車のメーカーのディーラーに点検を依頼。異常はなかったものの原因を聞くと、故意か過失かで閉められてなかったということしか考えられないということを言われたので、万が一そういう事故になってたらどうなってたのかなっていうのですごくゾッとします。全国的に保険金の不正請求が確認されている中古車販売大手ビッグモーター。札幌市内の店舗にも北海道運輸局が立ち入り検査に入っています。男性が不信感を募らせる理由は他にも。納車の時には夏タイヤと冬タイヤ両方付属すると言われていたんですけれども、冬タイヤを履いた状態で納車されました。夏タイヤは用意できなかったという言葉がありました。手配できなかったという理由でスタッドレスタイヤでの納車に。夏場だったこともあり男性は何度か強く求め、1週間後にようやく夏タイヤが納品されました。さらに新品に交換したと言われたバッテリーも、使用開始日を見てみると当時の2年以上も前、2018年のものでした。最初から最後まで筋が通らないし、やっぱ納得いかなかったですし、今でも乗るたびにやっぱあんなことあったけど本当にこの車大丈夫なのかなだとか、車に乗るのもちょっと不安になるような風に感じてますね。購入後に募る不安や疑問、整備不良はあったのか、ビッグモーターに新たな疑惑が浮上しています。こんにちは。中古車販売会社ビッグモーターに関してはこれまでにも様々な問題が報じられていますが、今回番組では過去に中古車を購入してトラブルになったという男性からお話を聞くことができました。これを受けまして番組ではビッグモーター本社窓口に取材を求めましたが、具体的な情報を把握した事案につきましては適切に確認対応を進めてまいりますとの回答にとどまっています。この男性とビッグモーターとのトラブルについて中古車販売店が加盟する団体 JU でお話を伺ってきました。中古車の販売や整備に長年携わってきた方から見て今回の対応はどのように映ったのでしょうか。その納車の当日ですよ、ホイールナットが緩むというのはよくあることなんでしょうか。まあ、納車の当日に緩むことはまずないと思います。ミスがあるかもしれない、メカニックなり整備工場の方で、それ締め忘れがあるかもしれない。でまずは車を見てみないとわからないので確認させてくれというのが、普通は確認させてくださいというのが普通だとは思うんですけれどもね。冬タイヤはスタッドレスタイヤってゴムが柔らかかったりとか、雪の路面で制動距離を短くするために作ってるタイヤなので、アスファルトの路面でには適さないっていうか、
そのバッテリーは使ってなかったにしてもバッテリーはあるだけで放電もしますし、まあ、性能は落ちてきますしね。新品ですって単純には言えないとは思いますけど、はい、整備、バッテリー、オイル何にしても車って本当に見えないところのものがあり、お車選びっていうよりはやっぱお店選びっていうか、本当に信用ができる、お店かどうかでそこでお車を、ね、こう買っていただくのが一番安心なのかなと思います。やはり印象的だったのが車選びよりもお店選びという言葉でした。本当に信用できるお店で車を買っていただきたいということだったんですが、その際の一つの指標としてほしいというのがお話を聞かせていただきました中古自動車販売協会 JU の加盟店ですとか、研修や試験を受けた中古自動車販売士が在籍するお店、これを選択肢に入れてほしいとのことでした。男性がビッグモーターを選んだ理由の一つがお店が綺麗でしっかりした会社なのかなという印象を受けたからということだったんですが、それも大切なことかと思いますが、顧客に安心感を持って車に乗り続けてもらう、そして買い替えの際にはまた同じ店を選んでもらう、そういったことの方がずっと意義があることのように思います。ウィーサーチ北海道、最後までご覧いただきましてありがとうございました。